鶴市作戦は2011年に計画された日本の作戦。福島第一原子力発電所事故への対象、目的としていた。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により東北地方を中心に大規模な震災が起こった。福島県双葉郡大熊町の東京電力福島第一原子力発電所では この地震を端緒にした原子力事故が発生した。原子炉内で再臨海が発生すれば、さらに問題が深刻化することが予想されたため、ヘリコプターで原子炉に放散を注入し、再臨海を阻止する作戦が立案された。2011年3月11日の東北地方。 太平洋沖地震を端緒に発生した福島第一原子力発電所事故は事態が日々深刻化していた。同年3月17日には陸上自衛隊のヘリコプターが投入され原子炉に対する放水が行われた。しかし、この対応とは別に陸上自衛隊ではチェルノブイリ原子力発電所事故の対応を参考に 原子炉に放散を注入して中性子を吸収させ、再臨界を回避する方策の検討を進めた。その結果、東京電力福島第一原子力発電所の原子炉に対し、陸上自衛隊のヘリコプターで放散を直接投入する作戦が立案された。陸上自衛隊では、中央即応集団の霊下である第一ヘリコプター団に白羽の矢を立てた。 第一ヘリコプター団では、この作戦の実行に向けて極秘に訓練を何度も繰り返し、連動を高めていった。しかし、原子力発電所の20メートル上空にヘリコプターをとどまらせ、そこから重さ数トンに達する放酸を入れたバケットをゆっくりと下ろすという作戦内容であり、慎重さを要するとともにかなり難易度が高く危険を伴うオペレーションとなった。 後年、陸上幕僚長だった、日箱法文は、この時の心境について、このままだと日本は、福島で分断され、国は滅びる。犠牲は、出るかもしれないが、やるしかないとと十解している。なお、この作戦は、結果的に実行はされなかった。鶴市作戦の名称は、大分県中津市に鎮座する、八幡鶴市神社の古事にちなんでいる。 神社の縁起によれば、山国側に石を築く際、お鶴と一太郎の母子が人柱になり、水害に苦しむ地域を救ったと伝えられている。陸上幕僚長の日爆法文は、幼い頃遠足で、八幡鶴市神社を訪れたことがあり、その時のことを、周囲の自衛官らに話していたという。ありがとうございます。